オタホの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタホです。今日はクリスマスイブです。メリークリスマス。今日はね、面白い動画になるかちょっと全然わからないです。僕が子供の頃に欲しかったおもちゃを手に入れたので開封します。これは僕が子供の頃に大好きだったトランスフォーマーの超人マスターフォース、その番組に登場するスーパー人雷、それからゴッドボンバーのセット、ゴッド人雷、それの復刻版になります。僕はこのスーパー人雷っていう方は持ってて、後から発売されたこのゴッドボンバーってやつがさ、めちゃくちゃ欲しかったんだよね。ほー、もう本当に30年ぶりです。これがゴッドボンバーか。たまらんね。わあ。まずはこれがスーパー人雷、人雷さんで、これがね、合体させるときにすごい重要な役割を果たすんだよね。久しぶりに触った感じ、ね、重たい、それにびっくりしました。でね、めちゃくちゃ覚えてるのが、ここを開いて、この中にね、余った頭をこう入れとくんだよね。で、これがゴッドボンバー。ああ、こんな感じなんだね。すごい軽いです。これはスーパー人雷の後ろに、こうやって連結できます。連結するとこんな感じ。ああ、めちゃくちゃでかい。このトレーラーがすっごい長くなるやつに、めちゃくちゃ憧れた。トランスフォーム!まずは、これが人雷になります。これを、こうやって変形させて、こういう風にする。で、これすごいのが、ここにロックがかかってて、こう足なんだけど、これが下に下がらないんだけど、ここに、こうやってセットすると、これ下がるんだよね。あー、これ、子供の頃のまんまだ。もう変形パターン超覚えてる。それで、腕を開いて、ここを展開して、腕。わー、最高。ここを開くと、頭部が出てきます。そうすると、完成。まずはこの小型のロボットになります。これが人雷。はあ、これは、もうなんかね、言葉にならないね。こういう武器を手に持たせられます。こんな感じ。うん。それから、それから、今度はこれ。後ろのトレーラー。これは、横のところを、こうかな。こうやって開いて、で、これが腕。おぉ、クリックがめちゃくちゃしっかりしてる。この感覚をめっちゃ覚えてる。これが、ここに来て、それで、拳。こういう風になって、人雷。これを変形させる。こうさっきのやつに戻して、こうやってやるのかな。この触り心地がめちゃくちゃ懐かしい。で、これが、ここに来るわけですね。で、さっきの頭部を、ここにセットして、武器を、持たせれば、じゃーん!スーパー人雷の完成!やっぱ手で持つと重い。いいね、なんか小さい頃もうちょっと、こう、でかかったような感じするんだけど。こんな感じか。たまんない。それで、これだよ、これ。次はゴッドボンバー。
これもロボットに変形します。いいね、このバラバラにするんだね。足、ここかな。で、これがトップで、これがここに来て腕。ああ、ごめん、喋るの忘れてた。これでボディになるわけだ。で、後ろここにくっつきます。これがここ。おお、両方完成。あー、こうなるわけか。これ欲しかった。で、これが合体してゴトジンライになります。武器パーツをいっぱい外して、今度はゴトボンバー、これを変形させる。これがこういう風になって、で、これがね、下駄になるんでね。そう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 、あの子供の頃この下駄にめちゃくちゃ憧れた。これが胸部。お、くっついた。で、最後にキャノン砲を肩につければこれで完成。ゴッド人雷。あー、こうなるんだね。あー、足がすごい、なんていうのかな、こうくっついてる。あ、そっか、大きいワンクリックだからこういう感じになるんだ。でもいい。ちょっと手に取ってみよう。うん、この重さがいい。最高。やっぱなんか純粋に昔のおもちゃっていいね。というわけで、今回のオタファ、子供の頃に憧れたおもちゃを開封する、いかがだったでしょうか。なんだろう、そうだね、あの年月で数えると30年ぐらい、あ、これ欲しかったなって、こう頭の片隅にずっとありました。なんか本当に何とも言えない、感無量です。実際にこうして手にして今思うことは、そうだね、ゴッドボンバー、これは買ってもらえなかったものの、まあそもそもこのスーパー人雷だけは買ってもらえたんだなっていう、逆にそっちがなんかありがたいなと思いました。この動画を見てる君は、なんか小さい頃こんなおもちゃが欲しかったなとか、そういった思い出ってありますか。冒頭でも言ったんだけど、今日はクリスマスイブ、明日の朝にはね、この動画を見てるちびっこは、あの枕元にね、おもちゃがあるかもしれませんね。どんなおもちゃをサンタさんからもらったか、ぜひ教えてください。まあいろんなね、あのみんなのお話も聞きたいです。今回の動画面白かったな、楽しかったという方、チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。もしよかったらね、クリスマスの思い出や、あ、僕はこんなおもちゃの思い出あるよとかね、あれが欲しかったなとか、あ、大人になった今、僕にとってのクリスマスプレゼントこれだよ、などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。メリークリスマス。またねー。